クリンソウは日本原産の桜草科桜相続の多年草。北海道、本州、四国の山間地の比較的湿潤な場所に生育し、セセラギや渓谷の湿地などに時に群生する。高さ30から90センチメートルほどになり、日本に自生する桜草科の植物の中では最も大型である。10から20センチメートルほどの巨子を持つ葉のロゼットを作り、 花木となる4から6月にその中心から花計が伸びる。花は花計を中心に円状につき、それが数段に重なる姿が、仏閣の屋根にある、クリンに似ていることから、名前の由来となっている。花の色は、濃い講師色が普通だが、時に、ピンクや白、絞り咲きなどの変種も見られる。花が大きく美しいため三野草として人気があり、庭に植えられることも多い。 園芸品種はヨーロッパでいくつか作出されたが普及はしていない。桜草花はアレルゲンを持つことが多く、その毒性から日本自家など草食動物は忌避する。しかし、鹿の個体数増加が見られる奈良県春日山ではクリンソウの浜で食害を受ける事例が見られている。ハッは2から3月と秋巻きの9から10月。春と秋は日当たりのいい場所に置き、 火器は紅葉樹の下など日陰を好む。性質は強健だが高温多湿には弱い。元来が渓流沿いなどに自生する植物のため乾燥や水切れに注意。休眠中の陶器にも極度の乾燥は避ける。花毛を過ぎた頃から直射日光の当たらない明るい日陰が適す。寒さには強い。青虫や与藤虫などの害虫に注意。 株分け都市で繁殖させる。種まきは6から7月頃に種子を採取しすぐにまくが、一定の低温に当たらないと発芽しないため翌春、以降に発芽する。ありがとうございます。